今ピッチに足を踏み入れます。大きな拍手に包まれています。さあ山口か富山か。山口、あとはクロスバーに当たった。そして木村打っていきますが、上げてグラウンダー。このあのフリーキック、あわやというシーン、クロスバー。いやー、素晴らしいフリーキックですね。でしたね。その精度の高さ、集中力を高めているというここまでの流れです。さあヨルディバイス、真ん中から縦、ジュニーニョに送る。そこを2人がかりで対応していったが、なんというゴールだ。ジュニーニョ決めた。浮かせて2人がかり、しかもそこをかいくぐっていった。素晴らしいゴールですね。特徴の一つというこの、ね、パフォーマンスですが、もう一度ご覧いただきましょう。このジュニーニョ、素晴らしいですね。バイスの縦から、これすごいシュートですね。ドライブシュートですね。まあ、序盤からね、守備でも非常にこうチェイス、プレス貢献してましたからね。さあそしてミア、さあ中央ミアを狙ってきました。どこのディフェンス決まりました。このコーナーからのゴールでした。セカンドボールですよね。いいとこにこぼれ、はい、後半45分が始まりました。庄司から一度最終ラインに戻します。一方の水戸ですが、アグレッシブにダイナミックに戦う、自分たちの良さを出して勝つというふうに話しています。さあその水戸、山口からワンタッチ。さあここに中山、入れてきたところ、最後は当たるですか。いいカバーしましたね。完全に入ってましたけどね。完全に枠の中でした。いやあのね、オーバーが効きましたね。中山そのまま行ったところは、シューヘッド決めた。ウタカ決めた。ニア、ニアから叩き込みました。ニアサイド相手の、ま、そして深堀から中に入ってきた。エリアの中、シュートよく止めた。しかし押し込んだ、押し込んだ。最後は中山でした。素晴らしいゴールですね。深堀から中、山口、山口がね、あそこ入る。宇高デラン持った。ここのチェック、ここで終了のホイッスルが鳴りました。